はい、ということで今回はですね、横浜 F マリノスの水沼宏太選手と横浜 FC の安永怜央選手に来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。まあこの組み合わせは初、あ、宏太とはもちろんあるけど、怜央くん、まあ怜央選手と今回は怜央くんと呼ばせてください。なぜかと言ったらお父さんにだいぶお世話になったので、勝手に近しい存在に感じてます。宏太のお父さんにもだいぶお世話になってるんで、はい、今日も那須さんの YouTube2 回目のゲストありがとうございます。いや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 、こちらこそありがとうございます、ね、今回のね企画の方は有名プロサッカー選手2世座談会ということをさせていただきたいです。よろしくお願いします。お願いします。宏太はお父さんが水沼貴史さん、はい、で怜央くんはお父さんは安永宗太郎さんということで、まあ有名サッカー選手の息子さんということで、いろいろ聞きたいんですけど、まあ幼少期から聞こうかな。幼少期っていうか昔、そのまあお父さんがプロサッカー選手ということをどう思ってたか、宏太はどうだった？まあ僕が5歳の時に現役を父は引退してしまったので、まあ正直そのプレーだったり生で見たのはあんまり覚えてないんですけど、まあでも小さい頃からよく父親のビデオとかプレーしてるところはそういうところでは見てたので、すごい選手だったんだなっていう印象はありますね。はい。そっかそっか。え、じゃあ怜央くんはどうなの？いや、自分も現役引退してるので本当にプレーしてる記憶は本当に全くないです、うん、あ、ないんだ。全くない。そっかそっか、2人ともないのか。なるほどね。まあ2人ともまあ記憶には残ってなかったというところで、実際に2世選手で、まあちょっと辛かったこととか、なんか嫌だったことっていうのをまず聞きたいんだけど。あるあるですね、2世。そう。そうそう。どうなのかなって。まあ僕はそうですね、まあそれで嫌だったとか辛かったなとかは、もしその時は思ってたかもしれないですけど、今にそんな記憶はなくて、とにかくそうやって言ってきてる人たちに、まあやっぱりその水沼の息子だとかジュニアとかすごい言われるんで、おうおうおう、水沼宏太っていう名前を覚えてくれっていう気持ちやっぱりいたんで、もうとにかくそういう風に言ってくる人たちを見返してやろうとか、うん、だからって父を嫌いになることはなかったので、うんうんうん、もう父親と一緒に有名になってやろうっていう、もうそういう反骨心というか、絶対見返してやるっていう気持ちだけでここまでやってきたかなっていうところがありましたね。で、怜央くんはどうなの？そうですね、まあ被っちゃってちゃうんですけど、まあ、例えばそのジュネイスにフロンターレだったんですけど、うん、受かった時も、あ、ヤスの息子だからねみたいな、あ、あとユース入った時もプロ入った時もやっぱ、まあ、お父さん息子だからねみたいな感じになっちゃうのが、まあ、自分としてはすごい悔しかったというか、うん、難しかったっていう。もうお父さんは宏太さんとはのお父さんと全く逆で、うん、もう出来たら怒鳴り散らされるというか、ボコボコにされるというか、うん、本当に来られるのがもうずっとすごい嫌で萎縮しちゃうっていうか、あ、終わった後にめっちゃ言われるな。なんかもう本当にサッカーやめろってずっと言われてきたんで、自分はお父さんに、まあ、その反骨心で頑張ってたっていう部分はありますね。もしかしたらそれがもう愛なのか、うん、今わかんないですけど、いや、それは愛だと思います。お父様に、あ、お父さん、ヤスさんとね、まあ、お父様っていうか、ヤスさんと一緒にプレーさせてもらってるので、俺、それこそ若手の時だとか、20歳とか21の時。まあ、もちろんね、怜央くんに言ってる口調とは、まあ、ちょっと若干違うかもしれないけど、その当時さ、試合に出てて、ユーサンチョルさんっていう人が移籍してきたのよ。まあ、韓国代表の有名なね。その時に、こう、ヤスさんがさ、そういう時にね、こう、メンタルをえぐってくんだよ。もう夏終わったねとかさこの次の試合でミスったら終わるなお前とかさ愛ですこれは言われることに対して、怜央くんの場合はどのくらいで乗り越えた、そのなんかきっかけとかもあったの？自分でやっぱりサッカーをちょっとずつ見るようになって、で、まあ、ある程度その言われながらだけど自分のサッカー感みたいなのがちょっとずつできてきて、もちろん論破されることの方が多いですけど、自分の意見を言えるようになったのがやっぱ高校生ぐらいなんで、まあ、そんくらいからまあ少しずつ言われても試合に見に来られても許することはなかったかなとは思います。さっきはその嫌だった偽あるあるみたいなのを聞いたんだけど、良かったことは逆で。
逆に注目されますよね。そうっすね。だからそこで注目されて活躍した時にはやっぱり名前は知ってもらえるチャンスではあるんで。なるほど。お父さんたちはプロサッカー選手だったけど、その選択肢を与えてくれたのか、他の選択肢も与えてくれてたの、例えば野球とか。どうなの？僕の時は別にそんなにサッカーやれっていう感じでもなかったんですけど、もう一番最初にもう物心ついた時に足元にボールがあったんで、まあ、やれってことだったのかなとは今思いますけど。なるほど。だから自然とそれでサッカー好きになって、うん、もう僕自身が、まあ、父と同じ職業に就きたいっていうか、プロサッカー選手になりたいっていうところが徐々にこうなっていったのかなとは思いますね。で、何歳の時そのプロサッカー選手って、サッカー選手になりたいなっていうのは漠然とやっぱその小さい頃からあったんですけど、もうとにかく本当に本気で目指したいと思ったのはユースに上がった時ですね。まあ、ユース上がれるか上がれないかっていうところが僕は本当分からない状況だったので、もし上がれたらいいなぐらいの感じだったんで、乗った時にはもうプロの道に期待してくれて上げてくれたっていうところもあるので、もう本気で目指してプロになりたいっていうところに気持ちがこうシフトしていったっていう感じですね。なるほどね。レオ君はどうなの？幼稚園の頃からボールは多分蹴ってたと思うんですけど、チームに入って始めたのは小学校3年生なんで、小学校2年生までは私立の遠い小学校に行ってたんですけど、うんうん、でもその3年生になれたようにサッカー始めるってなった時に、サッカーを選ぶのかそれともそのまま小学校行き続けるのかみたいな親と話したって言ってました。そしたら自分がなんかサッカーやるって言ったって言ってました。それでプロを意識し始めたっていうのはどのくらい？ここまでプロなれねえぞなれねえぞってこうずっと言われてきたんで、だからやっぱ小学生の時からプロは意識してました。はい。ちょっと話を親に移すんだけど、それぞれに、まあ、コータはたかしさんにどうやって育てられたと思う？結構自由に育ててもらったかなって思います。もう僕がやりたいことを好きなようにやらせてくれたなっていうふうに思います。それこそコータらしくやればきっと道は開けるよっていう感じで言ってくれてました、ずっと。なるほどね。ここでちょっとなんか想像はつくけど、どんな感じで、まあサッカーだけじゃなくてっていう全般的にっていう、どうしてもらったっていう。いやでもサッカー以外のところは本当に自由に何不自由なく、あだこうだ勉強しろとか言われるわけもなく育ててもらったのかなっていうふうには思いますね。サッカーの部分はこうずっとこう厳しく言われてきたかなとは思います。レオ君ってまだご結婚されてないよね？はい。コータは子供もいるよね？はい。じゃあちょっとここでコータに結婚されて子供もいるってことで、お父さんの育て方っていうのが参考になったりしてるの？まあまだ僕の娘まだちっちゃいんでこれからだと思うんですけど、でも本当父親にやってもらったように自由に好きなように育てたいなとは思ってますし、とにかく娘とは娘らしくっていうか、足をこうしろってやるよりは自由に生きてその道をそらさないように修正してあげるっていうか、まあ、そういう感じでやりたいなっていうふうには思ってますね。女の子なんでちょっとサッカーやらせるかどうかはまあ全然決めてないですけどね。でも僕の父親はやらせるなというふうに言っております。高橋さんと安さんに言われて心に残ったというか、まあ、それは特にサッカーやる上でなんか言われてこの言葉が残ってるっていうのがそれぞれにあると思ったから。あ、でも本当ずっとさっきから言ってますけど、まこたらしくやることが一番っていうことはもうずっと常々言ってきてくれてたので、僕は僕らしくていいんだ、自分は自分らしくていいんだっていう気持ちで本当ここまでプレーもしてきてるし、サッカー選手としてまあ今13、14年目になりますけど、まあここまで来れてるのかなっていうところはあります。なるほどね。レオ君は武器を磨くっていう、自分の長所はそのやっぱ消しちゃいけないって、そのプロになる上でなってからもそうですけど、何かをやりたいやその何かを犠牲にしなきゃいけないよっていうのはやっぱずっと心の中に残ってます。すごいいいこと言ってるね、ヤスさん。なるほど。それぞれお父さんに対してどう思うっていうか、まあ、一緒に子供の時よりはプロになってからの方が父さんってすごい人なんだなっていうのはすごく思います。やっぱりプロにの世界に入って聞く話だったりとか、その自分がプロサッカー選手としてこう経験してきたことを踏まえていろいろ考え直すと、本当すごくサッカー界に貢献してきた人なのかなっていうのはすごく思いますね。なるほどね。
レオ君は小学生、中学生ぐらいの時は会って話したら何か言われるんじゃないかなって思っちゃって避けたったというか、うん、嫌いではなかったんですけど、今は厳しく言ってくれてすごい感謝してます、うん、なんかすごいですね、二人ともあの偉大なお父さん持ってそれを乗り越えてっていうのでいろいろお話聞けたんですけど、ちょっとここでこれは撮影じゃないんですけど、ちょっとこのまま待っててくださいね。はいはい。てか今何年目？3年目です。3年目か。20歳？21か。はい。ああ、そうなんだね。まっさんどこ行った？はい、ということでですね、ごめんね、ちょっと、はい、時間が経ちました。はい、ということでですね、ですね、今回は二世座談会ということなんですが、もうスペシャルゲストということで、水沼貴史さんと安永宗太郎さんに来ていただきました。ありがとうございます。あ、すいません、安永宗太郎さんと並べていただいてありがとうございます。いやいやいや、すいません、貴史さん、ご無沙汰です。コウタオヒサ、コウタオヒサ。ひじゅうりです。レオくんいる？レオくん。はい。レオくん、この間僕が頑張ってねって言ったのって知ってる？いつですか？知らないでしょ。レイソル戦の時に俺2回言ったんだよね、出待ちで。レオくん出てきた時にお疲れ様って言ったらどうもみたいな感じでスッと通り抜けてでもう1回、あ、レオくん頑張ってねって多分認識されてないなと思ってもう1回言ってみたの。たら、あ、ありがとうございますって言ってちょっとニコッとしたけど多分認識されてないっていうことが今ので判明した。先生もう本当あの親子ともどもあの無作法でそれぞれ2人には聞いたんですけど、高橋さんと安さんで当時ですよ、プロサッカー選手になると思ってました？その息子さんたちが。高橋さんから聞きたいんですけど。思ってないですよ。思ってない。最初の子、小学生の頃は思ってましたよ、はい、なってほしいなって。でも中学校ぐらいになった時に結構カビじゃないけどぶち当たってた時があったから大丈夫かなってちょっと思ってたよ。そうなんですね。でも、うん、あまりなんか別にそんななんか言わないっていうか自由にっていう感じだったんですけど、うん、そんなに言うこともなく。だから多分ヤスと真逆だと思う。俺はほぼ言ってないもん。ヤスはなんか結構言ったってあいつ自分で言ってた。いや俺高橋さんに一回相談しましたよね、コータとどう向き合ってるんですかって言って、はい、したらなんか高橋さんはいや俺は何も言わないよみたいな感じだったんで、マジっすか、俺すげえやってんですけど。そうだから、それでこそレオ君からさっき言ったようにちょっとまあ萎縮する時期もあったと。間違いないと思うよ。だってでも内心プロになれないっていうか、お前は無理だよって言ってたのは、もちろんその僕もヤスさんとプレイヤーでこう一緒にやらせてもらったんで、ヤスさんって結構厳しめのこと言うじゃないですか。まあそれは裏返しじゃないんですか、なれねえよって本当に思ってた時期もあったんですか、それは。いや、あのね、俺こんな感じだからなんとなくうまくいくんじゃねえかっていう勝手な思いはあったから、まあレオにはずっと言い続けてるけど、俺人生のピークが中3だからやったんですね。そう、俺がね、だから中3ぐらいまでの自分のピークとずっと比べてたからさ、ぜひあのこの視聴者の皆様にはやめてほしいんだけど、自分との比較あの多分ね地獄でしかないと思う。だから誰かと比べたりとか、今だから言うけどやっぱり決して良くないね、コウタえ、だってさ、コウタはさ同世代にさ、カピシャニーはい、のようなさ、いわゆる天才肌がいるでしょ。はい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 。同世代でどう思ってたの？ああ、そうですね。やっぱりすごいなとは思ってましたけど、うん、僕はそれこそ父さんによく言われてたのは、もう自分らしくでいいって言われてたんで。うわ、かっこいい。っていうふうに思ってたぐらいで、うん、でもう早めにプロに陽一郎はなってたんで、
プロになれたらいいなぐらいの感じでしたね。でもね、この間もだけど、コウタのあのカミソリクロスすごいよね。誰だよカミソリクロス、何も聞いたことないよカミソリクロスカミソリクロスって新しい、すいません、キャプテン翼世代なんでどうしてもそっから引用しちゃう。あのクロスとかは高橋さんなんかキックの系譜じゃないです、なんか継承されたっていうのなんかあるんですか。いや、コータは見てたからじゃない、ビデオ俺の、うん、いっぱい。え、コータそうなの実際。まあそのクロスを教えてもらったっていうのはそんなになかったと思いますけど、イメージはやっぱりそのビデオ見たりとかしてあったので、多分それでだとは思います。あとは DNA だね、もう骨の構造、膝の構造かもしれないですね。ユース脚っていう武器があるんで。まあまあね、あの足の上がり方を見てもらえば一目瞭然だと思いますよ、後ろから特に。ネオ君はお父さんのプレーでそのビデオとか見ててこう盗んだりしたことってある？まあ、ポジションがないですか？ビデオもほとんど見たことない。あ、ビデオもほとんどないんだ。え、それはないないないですか？本当にない。見せなかったんですか、安さんは。だってポジション違うし。まあまあ、まあ、最初からボランチ真ん中にいましたね、ずっと。多分ね、本人覚えてないんですけど、一番最初に八幡 FC っていう小学校の試合に行った時に、なんかそこのコーチが多分僕に気を使ってフォワードやらしてたんです。で、それ見てフォワードはちょっと可能性ないからボランチだって言って無理やりボランチに下ろした。でコーチにもボランチとして使ってくれってお願いはしたんすよね。その息子さんたちがプロになられた時ってどんな感じですか、どういう感情だったんですか。なれるっていう分かったのは高3でしょ多分。で高3になってトップチームの練習来るようになって、でその時に、まあ、甲府戦でデビューして、ちょうど俺がコーチだった時だけど、その時じゃないかな、なれるんだなっていうふうに思ったの。なんかすごい良かったんだよね、練習見ててもね、その甲府戦の前、メンバー入る前の、すごく覚えてるけど、ゲームとかトレーニングマッチやってて、あ、これは出るかもっていうふうにちょっと思ったぐらいだったから。あ、そうなんですね、客観的に。那須さんも甲府戦で出てなかったですか。本当に高橋さんの時からちょっとこう試合に出させてもらったじゃないけど、直談判してきたから那須さん。僕言いました、本当ですか。はい、そうだよ、俺どうすかみたいな感じで来たよ、俺が監督やってる時。本当ですか。そうだよ。全然覚えてないですけど、そうなんですね。覚えとけよ、そのくらい。いやでもすごい使っていただいた記憶はあります。ありがとうございます。安さんはどうだったんですか。さっきも言った通り、俺はなんだかんだ言いながらうまく転がるんじゃないかなって何でも思う派だから。はいはいはい。3年の初めに確か2種登録されて、はい、なんかその都度結構高橋さんから俺レオ頑張ってんね、あの頑張れよって結構あのメールもらったりとか、仕事で一緒になった時に応援してるよとかどうって結構ね高橋さん声かけてもらってて、でその都度いやこんな感じですっていうような、いや本当もうでもコータはすごいですよねみたいな話とかを結構こうしながら、でもまあ慣れるのかなどうかなっていうところで、でも結果9月の末かなぐらいまで慣れをかかったんだよね。いや、かかった。上がるかどうかっていうのが分からなかったと。そうですね。でまあうちの奥さんがどっちかっていうと大学に行って勉強しながら、うん、で自分のそのうまくいかなかった時の人生も含めて考えてから大学卒業後に再チャレンジでいいんじゃないかっていう派だったから、うん、まあ本人がやりたいって言ってもし上がっていいよってもらったら勝負させてあげた方がいいんじゃないのっていう派の僕と、うん、こんなギリギリで上がったってっていうところで大学に行ってほしいっていう嫁はんと奥様と、で要はだからでプロになりました、なれる条件もらいましたって言った時に、レオが知ってるかどうか分かんないけど奥さんは嬉し泣きじゃなくてもう悲し泣きしちゃったから、嬉しさ半分悲しさ半分みたいな泣き方でボロボロ泣いて、でレオの人生をどうすんのってすごく問われて、はい、責任持てんのってすごく言われて、はい、まあ、あの話をしながらで、ねレオ2年で A 契約になれなかったらもう大学に行きなさいっていう約束したんだよね、なるとき。ハードル高いそれは。っていうぐらいうちの奥様がもう
勉強もしっかりやってくださいっていう人だったから、でそこをじゃあまあ納得してもらう上で、でレオにも覚悟を持ってもらう上でも、じゃあまあ2年で A 契約になれなかったら仮に3年目があっても引退して大学に行くっていうところでね、レオ、裏話は全然知らなかったけどその A 契約の話はまあで実際叶えて今っていうところ。すごいですね、その話は。うん、レオ君ってお母さんと仲良しなんでしょ。そうですね、まあ。お母さんの言うこと聞かなかったってことか。うん。まあでも自分でもね、こう、やりたいことを突き詰めたいっていう思いが多分あったんだろうね、きっと。そうですね。まずはちょっと、コウタとレオ君に今後のまずは目標をお願いしたいですね。はい。じゃあ僕から。まあやっぱりできるだけ僕自身サッカー選手でやっぱりやりたいっていうふうに思ってますし、やっぱり偉大な、まあここで言うのもあれですけど父親がいるので、まあ父を超えられるように、まだまだ頑張りたいなっていうふうに思ってます。あとお父様に一言いただけたら。ありがとうございます。もう超えてます。すいません。頑張ります。はい、お願いします。レオ君は、まあ、父を超えるっていうことでも日本代表になってワールドカップに出場したい、それがまあ自分の目標です。最後、その息子さんに期待するとこと、あの安さんも高橋さんもちょっと今後の目標をそれぞれにちょっとお願いします。まあコータは長くね、本当にサッカーを続けたいっていう話をしてたので、まあ、そのまま続けてほしいのと、はい、あと孫をねもっとたくさん連れてきてほしいなっていうことと、あとは横浜 FC の試合も解説なんかがやるんだけど、レオ君とかを見てて結構もしかしたらきつめに言ってるかもしれないのね、俺自分の中で、はい、あったらもっと良くなる、こうしたらもっと良くなるっていうのをすごく思っちゃって、それを発しちゃうのね、はい、特に気になる人とか、はい、ここだけの話、はい、だからもう前の出てくる時のクオリティはすごいから、もうそれは残しつつ、あとは多分今監督も変わって言われてると思うけど、守備の強度が上がったら間違いないなっていうふうに思うので、頑張ってほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、安さんもお願いします。レオに関してはね、今若いっていうところで注目してもらってるっていうところがやっぱ多いと思うのでね、これからもっともっと自分の夢や目標を持ち続けながら、父親は人に感謝するっていうことがすっぽりプロになって抜け落ちた人間なんでね、そこは大事にしてほしいなと非常に強く思います。でコータは今もそうだけど、やっぱ人を幸せにする笑顔ができる子だよね。本当すごいなと思う。でピッチ上でもサッカー楽しそうにやってるし、なんかコータのそのクロスとかね、一つのアクションで飯が食える現代サッカーにおいて稀有な存在だと思うんで、なんかそのパフォーマンスをね、子供たちが水沼コータのクロスだみたいなね、なんかそういう次の日子供たちが真似するような、そういう本当武器を持った選手なんで、ぜひそのままキラキラしながらサッカー人生長くね続けていってほしいなと。僕は高橋さんと違って、J リーグの解説する機会はないのでコメントできないんですが結構いろいろ息子とも試合見たりしてるので応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、プロ J リーガーの2世座談会というところで、お父様たちにも参加していただいたんですが、貴重なお言葉ありがとうございますということで、今の現役のコータとレオ君には頑張っていただいて、J リーグを盛り上げていただいて、プレーでぜひ頑張っていただきたいと思います。皆様応援の方もよろしくお願いしますということで、今回貴重な機会ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕も YouTube やってます。高橋さんも概要欄の方に貼っておきますので、もうぜひ、はい、さんよろしくお願いします。中級メガネーズです。メガネーズです。じゃあ高橋さん呼んでください僕もえ、僕も呼んでください。あでも荒れるかもしれない、僕が入るといや、たまに炎上することが必要らしい。炎上役ね、炎上役でぜひぜひそちらの方も皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。